皆さん、こんにちは。今回は、ちょっと面白い手筋を紹介していきたいと思います。まあ、この手筋は、ハブさんがこう、開発したというか、刺した手筋で、まあ、こう、当時、将棋界にこう、衝撃を与えた手筋になっています。まあ、将棋自体は、こう、袖飛車からこう、激戦になったんですけども、まあ、そういったところをお楽しみいただけたらと思います。袖飛車に対して、こちらはこう、矢倉に組もうとしたところで、で、この後、ちょっと、すごいミスが出るんですけども、まあ、そのあたりもちょっと <laughs>、 そういうこともあると見逃していただけると嬉しいんですけどもまあこう金を上がってこう、まあ、矢倉の形に組んでいってでまあ相手の方もこうまだこう攻め駒とか使えてないので駒組みしていく段階ですねこちらもこう攻めの銀を使ったり守りの金銀を使ったりして駒組みしていきますで、まあ、この駒組みの段階でちょっとミスがあるんですけども まあ、てうんですかね、手順をちょっと前後してしまったというか、まあ、手順を前後させれば、まあ、こちらとしても、あのー、大丈夫だったんですけども、ちょっと指す順番を間違えたっていうところなんですけども、まあ、角を上がった手に、こう、3筋の歩をついて、まあ、早くり銀みたいに攻めの銀を使っていこうという狙いなんですけども、で、金を上がって、矢倉の形に守りは組んでいきます。で、3七銀と出て、攻めは早くり銀、守りは矢倉で、 で、この後、6九玉と、6九玉と、寄ってから駒組みをすれば、何事もなかったんですけども、次の手がひどくてですね <laughs>、ちょっとこう、あまりもお見せできない <laughs> 感じなんですけども、まあ、こう、どう、逆にどう刺したか予想していただけたらと思うんですけどこれですね、これ何気ないようなんですけども、こっちの金、飛車で、タダで取られてしまうんですよね。なんで、先に6九玉と、玉を左に寄って、金に紐をつけておいた方が良かったですね。 まあ本譜はちょっとこうスルーだったのでまあこんな感じで駒組みしてで69玉と結果的によるのでまあ先に69玉と寄ってればまあ同じ展開になったっていうところですねただまあちょっと寄る順番を間違えたっていうところになってます56歩ついたりしてこっちは駒組みをしてまあ角はこう79角と右下に引いてこう右側に効かせて使っていくような展開を考えてました 相手の方はこう袖ビジャプラス、こう、岩木の形ですね。こちらは早くり銀足す、こう、矢倉の形。まあ、どちらが、こう、勝てるかっていう局面なんですけども。まあ、こちらこう4五歩と突かれたので4、4六銀と4筋から出てきたかったんですけども、まあ2、2六銀と棒銀の形でいきました。棒銀で出た瞬間、ちょっとこう、攻め駒が重いので、相手の方はこんな感じで速攻で仕掛けてきます。まあ、こちらはこう、矢倉の厚みを生かして、こんな感じで銀を出て、 こう相手の飛車を圧迫しつつ、交際込みを図るのが狙いになります。銀を出てきたんですけども、まあ、次6号銀と56筋に銀を出てくる狙いですね。まあ、銀を出られてしまうと、ちょっとこちらとしてもこうどんどん攻められて面白くない形なので、ここは6号銀と出る手を何か防げないかなっていうふうに思ってました。なので、1回7号と飛車取りに打って、飛車を8筋に追い。やってから桂馬を跳ねて。 6五の地点を守ってこう攻めて攻めてというか受けていきました、まあ、これで6五系なら一応同系と取り返せるので、まあ、6五銀と来ても同系と取り返せるので一応受かってる形ですねでこうやって受けておけば次に3五歩と3筋から攻めて相手の格闘を狙っていくっていう攻めができるので、まあ、これでこう戦っていってどうかっていうところですね、まあ、相手の方としてもあまりゆっくりしすぎると こちらからこう3五歩と3筋の歩をついて、角頭を攻める手があるので、あんまりこうゆっくりはしたくないところなんですけども、まあどう攻めるかっていうところですね。で、ンプは9五歩と端を絡めて攻めてきました。まあ、9五同歩と取らせることで、いつでもこう端攻めだったり、あと9五強ともう者を走っちゃって、こう無理やりこう一歩を手に入れるような攻めができるようになります。 なんで9号同歩とこう取らせるだけで結構攻めの幅が広がるっていうところですね。ただこれコマゾンしてしまっているのでこうゆっくりはできない。コマゾンしている側はゆっくりした展開になるとどんどん悪くなっていくのでこうこう端ォを突き捨てたからにはあんまりゆっくりできないっていう,こうデメリットはあるんですけどもこう攻めの幅が広がるっていうメリットが相手の方にはあります。まあ、その幅が広がった攻めでどう攻めていくかっていうところなんですけども まこちらはこう系統が狙われやすい形なのでそういったところも警戒しておきたいところですね。で歩を打ってきたんですけどもここでこうさっき最初に言ったこう手筋が出てきて、まあ、バックする歩って呼ばれてるんですけども歩を突いて同飛車とま取らせてこう歩を打てばこう歩をバックすることができるんですよね。でこうすることで次に7 5銀と銀を7筋に出れば飛車を詰ますことができるのでこうやって対応してみました。 このバックする符っていうのが、そのハブさんが、こう、刺して、こう、話題になった手筋で、結構、符ってこう、後ろに下がれないはずなんですけども、こうやってこう、突き捨てて下に打てば、こう、符を下げることができるっていう手筋で、覚えてると、こう何かと使えるかなと思います。で、本譜は2四歩と2筋からの攻めを見せていきました。で、同符に1五銀と出て、次に2四銀と2筋から攻めていく手を見せます。 まあこれは棒銀の攻め方の手筋ですね。で、桂なりには同銀と取っておいて、まあ一旦受けておいて、次に2筋から攻めます。6五桂と打ってきた手に、これ6六銀と銀を、まあどこかに逃げると、さらに7七歩と金取りに歩を打ってどんどん攻められてしまうので、もう逃げずに桂馬を打って、飛車銀両取りをかけていきました。まあこれ放っておいたら次飛車取るんですけども、まあ相手の方飛車取られるわけにはいかないので、取る、あの飛車逃げるんですけども、 まあそこで銀を取ってしまうと、56K と、54K と、銀を取ってしまうと、相手の角道がこう、こっちの陣地に通ってきてるので、こう、この桂はなんいうか、まあ、銀を取るっていうよりかは、相手の角道を止めてる意味が強いですね。まあ、相手の角道を止めつつ、いつでも好きなタイミングで、こう、54K と銀を取る手を狙っています。なので、こちらは銀をすぐ取らずに、こう、銀を出て攻めていきました。 で、角をかわしてっていう感じですね。ここに角をかわすのが手筋で、ここにかわしておくと、こう、2筋に効かすことができるので、まあ、こう、こっちの飛車をいじめやすくなります。なので、ちょっと角道を止めておきたいと思って、3五歩とついて、こう、相手の角道を止めたんですけども、ただ、相手の方としてはここで手番が回ってきたので、こう、どう攻めるかっていうところですね。まあ、今、こう、5四の銀が、こう、こっちの桂馬で銀取りになっているので、 まあ6五銀とその銀を逃げつつ攻めに参加させるような手も考えられますしあえてこう6五歩と桂取りに歩をついて5四桂と銀を取られるんですけどもまあ同歩と取っておいてこう角道をこうこっちの陣地に利かすっていうような手もちょっとこちらとしては警戒してましたまあ他に一回受けるなら2七歩と飛車取りに打って同飛車と取らせることでここの飛車の横利きが守りに利かなくなるので ちょっとこう攻めやすくななるとううような手も考えられま,すまあここは結構こう手が広いというかいろんな手があるのかなと思いながら指してました、まあ、こちらとしてもちょっともういろいろな手がありすぎてちょっとこう先を読みにくい局面ですね本譜は1回2 7歩と先ほど言った手で、まあ、同飛車と取らないとちょっと飛車が攻めに使えなくなってしまうのでここはもう強く同飛車と取ったんですけども先ほど言ったみたいにちょっと守りに効かなくなるのはこちらとしては嫌なところですね ただもうちょっとしょうがないかなというところで同飛車と取って勝負しに行きました。まあ、ただやっぱりこう守り薄くなったのでここは相手の方としてはこう攻めていきたいところ。まあ、ただどう攻めるかっていうところですね。まあ7五歩とかこう7筋から攻める手だったり、まあ先ほど言った6五銀と銀を出てくる手だったり、まあ6五歩とちょっとこうひねたような手なんですけども6五歩と6筋の歩をついて攻める手だったり、まあいろいろ考えられそうな局面ですね。 もう一回26歩と飛車取りに打って、同飛車と取らせれば、こう飛車の、飛車が、こっちの飛車が、相手の角の利きに、間接的に入ってしまうので、まあちょっとこっちとしても攻めにくくなるっていう感じで、まあそういう手もあったと思います。本譜の14銀は結構ガッチリ受ける手で、まあこちらからこう23銀なりと2筋に銀をなって攻める手があったんですけども、それを受けてる感じですね。23銀なりとここでなっても、同銀と取り返されて、それ以上の攻めがないですね。 <laughs> 音量をちょっっとここいじってたんですけどもまあ2 3銀なり同銀ができなくなったんですけども2 2歩と打ってちょっと相手陣を乱しに行きましたまあ同角だったり同金だったりこう取ってもらえればちょっとこう相手陣が乱れるのでまあそこで攻めていこうっていう狙いですねまあ同角と取るとやっぱりこっち2筋ま狙ってるんですけども同角と取るとこう角頭が狙われやすくなるのでちょっと取りにくいというところもあります 本譜は同金と取ってきたんですけども、ちょっと形が乱れたので、ここで何かうまく、うまく刺していきたい局面なんですけども、結構相手の方の陣形もやっぱり、先ほど銀を打って守られたこともあって、すごいしっかりしてる形なので、結構こう、一気に攻めていくっていうのは難しいなと思いながら刺してました。ただ、やっぱり相手の角がこう、ずっとこう、あそこに居座ってると、こっちから攻めていくのもちょっと難しくなりますし、あと、 こっちの陣地にこう角が効いてるので、守りとしてもちょっと気持ち悪いところなので、あの角を何かこう狙っていけないかなっていうふうに思ってました。なので本譜は一回歩を打って、こう拠点を作ってから桂馬を打って角を詰ましに行きました。これで一応角が詰んでるんですよね。逃げ場所がなくて、まあ、どこに逃げても角が取れる形になってます。まあ、相手のかったとしては、もうこれ角を詰んでしまってるので、まあこう、このまま放置して攻め合いに出るか、 まあ、6六角みたいな感じで、6六角とも桂馬を食いちぎって攻めていくかっていう二択になります。まあ、どちらもこちらとしてはこう警戒しておかないといけないところで、まあどう来るかなっていうのをちょっと予想できなかったんですけども、まあどちらにせよまあ角を取れるのは大きいかなと思ってこの順に踏み込みました。まあ相手の方としてもやっぱり悩ましいところで、ここはこう長考というかこう考えられたんですけども、6六角と桂馬を取ってきて、 同金とした時に相手の方に手番が渡るので、まあここで攻めてくるっていう感じですね。まあこちらとしても角取れたのはいいんですけども、こう2筋のこう銀だったり、先ほど打った3六の桂だったりがちょっと重い形、こう使っていくのに時間がかかる形なので、まあこの瞬間に攻められるのはすごい気持ち悪いところですね。銀をぶつけて攻めていきます。ただ相手の方も攻め駒が多いわけではないので、 ま、答えをしてどうかっていう勝負ですね。同金同歩で。まあ、ここで手番が来たので、でこれちょっと、今のひどいんですけども、ちょっと、ウォーズじゃなかったら二符してたかもしれないですけど、7二歩って飛車取りに歩を打つのは二符なんでできないですね。7 <laughs> 二歩に同飛車だと、6一銀と、飛車金両取りのこう割り打ちの銀をかけれるんですけども、7筋二符は打てないので注意してください。<laughs> お前が言うなっていう話なんですけども <laughs> で。しかもここでニコニコの広告が出てくると <laughs>。皆さん最近ニコニコ動画ってご覧になってますかね僕あんまり正直見てないんですけどもまあなんかこうニコ生とかでこう将棋のことやるのでアプリ自体は入ってるんですけどもまあこうニコ生だったりニコ動で将棋読み始めた自分なんでこう何て言うんですかすごい好きなんですけども最近はちょっと見る機会が減ってますね。 いう <laughs> どうでもいい話をこの終盤でしていくんですけどもまあ飛車をいじめつつこう強者を取ってで馬を作ってまあこう何て言うんですかねこう相手の攻め駒を攻めるという,こう攻め駒を攻めてこう相手の攻めをちょっと遅らせようっていうのが狙いなんですけども7 8歩が嫌な手でこれ同金ならこうどこかで7 6飛車と飛車を活用するような手もできますし同玉だとちょっと玉が上に行って。 まあ例えば6六 K みたいな手が大手になってしまうのでちょっと気持ち悪いところですね。まあ玉が上に行くと何かとこう当たりが強いというかこう攻めてこられた時に何かと大手になりやすくてちょっとこう気持ち悪いっていうところですね。ただやっぱりこう同金だと飛車を活用されるような手も気になったので同玉と取ったんですけども金を打ってこう上から攻めてきます。 まあこうやって上から攻めた時に同玉と取らせたことで5玉のあたりが強くなってます。で、こちらとしてあの飛車に働かれると困るので銀を打って飛車を抑え込みに行きました。飛車が取れるとこう上部が開拓されて入玉みたいな展開も狙えるのでここのあたりはちょっとこう入玉もこう視野に入れつつ上に逃げていければいいなっていう風に思ってました。なんでもしこれ7 7金と こちらの金を取ってきてくれれば、同玉と取って、どんどん上を目指せる展開なので、こちらとしては、こう、入玉できそうな局面ですね。マイてる方としては、そういった展開だけは、こう、避けないといけないので、8号桂と打って、こう、上から押さえつける形できました。次、7七桂りと金を取れば、こう、6九玉と下に落ちるしかないので、こう、上から押さえつける形ができるっていうところですね。 で金を取られるのは嫌だったので、本譜金をかわして、まあ、7七桂成だったり、7七金と上から攻められてしまうんですけども、まあ、相手の方の攻め駒が少ないので、ギリギリ耐えれるんじゃないかなっていう読みですね。ただ次にこれ、8五金と、桂馬取られると、相手の方としては、こう攻めが切れてしまうので、まあ、7七桂成となってくるんですけども、玉を引いて、この後5九玉、4八玉と、こう、どんどん右側に逃げていく手を見せれば、 こっちの玉が、こう相手の方持ち駒は少ないので、寄らないんじゃないかなっていうふうに考えて、この順に踏み込みました。ただ気をつけないといけないのは、次7三飛車とこう銀を取って、こう攻め駒を補充する手があるので、例えばこう銀を持たれると詰みみたいな局面になってしまうと、そこで7三飛車と銀を補充されて、まあ同馬と取ってもその銀を使って詰まされるみたいな展開が考えられるので、そういう展開は警戒してました。 本譜を打たてに角を逃げるのはちょっと聞かされというかこうこっちの玉が寄せられそうと見て本譜はもう7 2銀なりと飛車を取っていきました角を取られるんですけども手順に右側に逃げてもうどんどん右に逃げてこう安全な形にしてしまおうっていうところですねこちらの玉が安全になれば次にこう8一飛車と大手で飛車を打って相手玉に迫るような手があるのでそれを楽しみにこっちの玉の安全を確保していくっていうところですね ただやっぱり相手の方の成り駒もいっぱいあるので、こちらとしてはかなり怖いところなんですけども、成り系を寄った手に、玉を引いて、やっぱり右側に逃げていきます。とにかく3八玉2八玉と、どんどん右側に逃げていけば安全になるだろうっていう読みですね。で、一回歩を打ってきた手に、こちらは飛車を打って、まあ合駒すると攻め駒がなくなってしまうので、相手の方は玉をかわしてくるんですけども、そこで飛車を取って、歩を取って、こう飛車を活用していきました。 まあ次に22歩りと2筋から歩をなって攻める手だったり、また55馬と馬を真ん中に引きつけて、こう相手陣に効かすような手もあって、まあ攻めには困らないですね。なので相手の方はゆっくりできないんですけども、15角と、こう角をこう銀の利きに打って迫ってきました。まあこれは同銀と取れるんですけども、そこで同銀と取ってきて飛車をいじめて、こうこっちの玉に迫っていこうっていう感じですね。 まあ今のところは飛車を迫っているんですけども、こうやって飛車に迫りつつ、こちらの右側を攻めることで、こう玉を間接的に攻めてるようなところがあります。ここは2二歩りと2筋に歩をなって攻め合いに行くような手も考えたんですけども、ちょっとこう2二歩りの後、相手玉を詰ます手順が思いつかなかったので、ここで2八飛車と飛車を逃げるような手も考えました。2七飛車だったり2八飛車ですね。 飛車を逃げるような点も考まあこう踏み込んで2二歩成りと攻め合いに踏み込んで負けるとちょっとこの局面形勢いいと思ってたのでこうその踏み込んで詰まなくて負けみたいな感じになるとちょっと嫌だったのでこの辺りはちょっと飛車を逃げる手をメインに考えてました飛車を逃げてもまあこっちの玉相手の方の攻め駒が少ないのでまあ寄らないかなと思って。 ま、飛車を逃げておいても十分なんじゃないかなと思ってました。まあ、実際この後飛車を逃げるんですけども、まあ、飛車を逃げた後にやっぱり攻め駒が少ないのが、相手の方の攻め駒が少ないのが、こちらとしては大きいところですね。まあ、飛車を逃げるにしても、25飛車とこう1個前に逃げるか、27飛車と1個下に逃げるか、28飛車と2個下に逃げるか、ま、いろいろな逃げ方が考えられるところなんですけども、 まあちょっと受けにやっぱり効かしておきたいなと思ったので、本番は28飛車と一番下に飛車を逃げました。28飛車と一番下に逃げておけば、こう飛車の横利きで守りに効かすことができるので、こんな感じで対応していきます。金を入ってきた手に負をなって、ここで次にこう32と金と金を取って詰ましに行く手を見せていきます。成り系入られるんですけども逃げて、まあ、さらになり系寄ったり金を入ってきても逃げて、 まあ2六銀と頭に銀を打って大手されるんですけども逃げておけばこちらの玉が寄らないですし攻防ともに見込みがないということで投了になりました3級から1級の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています詳しい内容やご登録は概要欄からチェックしてくださいよろしくお願いいたします